みなさん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほです。はい、というわけで今回はね、セリアとダイソーで買ってきた休校中で使うものを今回は紹介していきたいと思います。ということで今回はね、そうなんですよ、休校中に使うものを買ってきたので紹介していきたいと思います。全部で3,500円分あります、はい、ちょこちょこ買ってきて、まとめて紹介という形なので一気にね買ったわけじゃないんですよ。で、せっかくここまでねいっぱいになったの で、ね、紹介しようかなと思いました。はい、じゃあ、はい、紹介していきましょう。はい、じゃあ初めに行く、うん、ね、まずこれいくわ、うん、まずはじめにこちらのほうき&あ、違う、ちりとり&ほうきっていうこちらのねやつなんですけど、こっち立つんですよ。ここに書いてあると立つんですね。すごい便利だなと思って、しかもこれ白と黒なんですごい部屋に合ってるんですねなので、立たせてみる、掃除したいと思います。これで消しカスをね、よくこれで掃除するんだよね。そうなんですよ。おーおーおー、立つかな。おお、いいね、シンプル。いいね、シンプルでめちゃめちゃ。ほんと最近シンプルに目覚めちゃって。おお、いいね。おお、いいじゃん。立つね。立つ。机の上に置いといてもいい感じ。ね、かっこいい。うん。おお、かっこいい。うん。はい、じゃあ次行きます。はい、次行きます。次に、こちらのサインペン4つ買いました。こちらは 0.3 ミリと 0.1 ミリ。はい。でね、でね。そうです。このサインペンを2本ずつ買ってきました、はい、でこれプラ板で使おうと思って買ってきました、はい、油性だね。そうなんです、油性なんで、うん、プラ板にかけるかなと思って、うん、リミの分も買ったので4本で、そうなんですよ、リミと、ね、シホ、リミとシホなんですよ、はい、必ず喧嘩するんで私たちもう笑い事じゃないけどね本当にね、こうしないと本当にまあでも兄弟がいるご家庭はね、分かると思うんですよ。分かると思いますよ。絶対取り合い、私が先とかなるね、つまらないことでまたね喧嘩になるんですよ。これがだったらもうね2本あった方がもうスムーズにいくんでね。なる、はい、100均なのでね1個多めに、私が先ってニラ見つけでは作られるっていうそうそう、もう分かってるパターン、ね、分かってますからはいはい、次いきます。そうだね、次いきます。こちらがセリアで買ってきたプラ板1,2,3,4枚と、100均で買ってきたプラ板もあるんですよ。ダイソーでしょ。あ、そう、ダイソーで買ってきたプラ板も1枚あります。で合計で5枚というわけで、プラ板はね、何枚あっても楽しめるんで、うん、ちょっと多く買ってきました。はい、あれもう1個残った。ほら、もう1個あったよ。これがプラ板、なんか白いやつ。これも白いプラ板、初めてね、ホワイトっていうのを買ってみましたね。え、うん、はい、で使って頑張りたいと思います。はい、で、なんだっけ、本当はしほちゃんね、色鉛筆で描きたい派らしくて、ペン無理です。そう、私本当に、ね、まあ、ペンも買ったんだけど、やっぱ色鉛筆の時もこれは使う。あ、そうなんだ。線に使うから。あ、そうなんだ。色はちゃんと色鉛筆で塗るの。なるほど。そういう場合さ、ツルツルのさ、透明のやつには色鉛筆塗れないじゃん。塗れないんです。そのために買ってきたものがあったじゃない。あるんですよ。こちらのなんだっけ、ヤスリです。はい。色鉛筆で塗れなくてもヤスリを削ると塗れるって情報があったので買ってみました、うん、でもね、これしかなくてね、なんかお店の人に聞いたんだけど、もうこれしかないですって言ってて、これどうかなと思うんですけど、サンドペーパーっていうヤスリで、まあちょっと使ってみましょうね、まあ、家庭用って書いてあるんで、うん、はい、大丈夫だと思います。はい、じゃあこれを使ってね、はい、またカラオのリベンジしたいと思います。そうだね。次にこちらのレジンも買いました。レジンもね、プラ板で使おうと思って買いました。はい、ハードなんですよ。ハードって多分透明だと思うんですよ、色じゃないんでまあ使うかどうかわからないけど、とりあえず1個ね買っときました。
で、レジン使ったらグリッター使いたいなと思って。へー、なるほど。レジンの上にグリッター乗せることによってキラキラがあってめちゃめちゃ可愛いなと。グリッターを乗せることによってキラキラするんですよ。なるほど。周りにかけたら、そう、おお、こうやって周りにこうさかけたらさ、うんうんうん、周りがキラキラするわけ。そうだね、可愛いと思わない？うまくかかってきました。そうです。でね、この色とこの色を周りにかけるの、うんうんうん、そうすることによってカナオらしさが出る。カナオらしさが出る。この色カナオじゃね。はい、そうですね。なるほど。はい。次にまた作る系いこっか。うん、次にこちらのハーバリウムのね、お花たちを買ってまいりました。なんかお花いっぱいあるけど瓶1個しかなかったね。瓶1個、ここに全部詰めんの？ここに全部詰めます。全部詰めたい。もりもりだね。もう1個瓶いるんじゃなかった？そんなことない、そんなことない。大丈夫。この4つ、はい、反射して見えないんだよ、うん、この4つとこの瓶でやりたいと思います。でもね、液がないとダメなわけです、うん、探した結果、液はありました。西洋オイルが、はい、セリアで買ったんで、これでもう準備満タンですね。はい、もうこれでやりたいと思います、うん、はい。うわー、やった、作れる作れる、楽しみだね。はい、いいですか？うん。次に、どれにしよう、これにしよっか、うん、次にこちらのカレンダーを買いました。こちらのカレンダー見てください、白黒なんです。めちゃめちゃ可愛くないですかこれ。可愛い、それ日めくりでしょ。日めくりで、うん、可愛いよね。こんな感じで可愛い、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 めっちゃ可愛いと思います。めっちゃ思います。逆のね、色バージョンもあったね。そうなんですよ、私が買ったのがこれなんですけど、こっちバージョンもあって、ママは上って言ってたのにね。そうなんですよね。ゆうちゃんは下が好みだそうで。かわいいよね。かわいい、それかわいい、いいと思う。ちゃんと立つのね。折り目つけないとちゃんと、奥にこう折り返すんじゃない、そこを回って。これで立つ。おお、いい感じ。映ってる？立ちました。あ、立った立った。こんな感じでいいんじゃないですかね。はい、はい、はい。次にこちらの黒板消しを買いました。はい、この黒板消し前から気になってて、シリアでしか売ってないんですよ。そう、ダイソーはね、これ売ってないんだよね。売ってなくて、で、めちゃめちゃ可愛いなと思って買ってきました、うん、このミニ具合が可愛い。可愛いね、ほんと小さいもの見ると本当に可愛いってことがつけちゃう、うん、可愛い。次いきます。次にね、こちらのシールを買ってまいりました。で、なんでシールが必要かというとですね、私は今なんと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 、私のクラス全員にね、手紙を書こうと思ってまいります。やったー。ということで、便箋とミニカードを買って、手紙を書いてシールを貼ると。でも薬器そのノート、何、ノート、ノートじゃない、そのミニカード、ミニカード、ね、かわいいね、うん、あ、反射してる、反射してる、反射してみる。あ、そっか、これです。なんかこ う, そう、作文を書く便箋っていうの、なんていうの、よくできましたって書いてある、原稿用紙みたいな、かわいいよね。これにお手紙を書くそうです。作文用風、作文用風、作文用紙風だった、うん、やってた。うちのクラス、あ、どれも30枚入りなんですけど、うん、うちのクラス41人なんで、うん、41人なんで、30枚じゃ足りないということで、もう一個買ってきました。はい、これでね、あの、近々会う、春休みに近々会う友達のも書けるかな。学校、違う学校の友達も、ね、そう、そうそうそう、はい。幼馴染というか、幼稚園が一緒で。3歳からの付き合いかな。そうそう。うん、あ、違う、4歳。3歳でしょ。あれ ?4 歳。4歳だ、ね、はい、というわけで続きまして、こちら行きましょうか。こちら100均で買った
絡まないゴム M カラーミックス 100P とこちら。これはただ単に紙を結ぶの？そうですね。でまたまた紙系がありまして、リボン買ってまいりました。このねリボン、この茶色と白のリボンなんですけど、これで紙に結ぶの？これで紙を結ぼうと思います。楽しみだね。楽しみだね。はい、じゃあ結んだら教えてね、写真撮るから。わかった、はい、というわけでこれをね使って紙をアレンジしたいと思います。はい、最近ほんと紙いじんの好きで、うんうんうん、すごいよね。私毎日攻めていて、前髪巻いてこう巻いて巻いてこういじっていじってみたいな。もう髪とかねいじるのもね好きだよね最近ね。最近いいんじゃないですか、はい、曲がってるかも。今日やけに顔が赤い気がする。うん、次いきます。次にこちらのユーアグラムセクシー&ヘルシーメイクアップアイシャドウパレット POMDEREYESFNDD。 お経みたい。読めない私。もう分かった、これで大丈夫だよ。こんな感じの色のアイシャドウを買いました。はい、これしかね、あのなんていうのなかったっていうか、オーロラオレンジだそうです。オーロラオレンジしかね残ってなくて、ちょっとそれあげてみて。これなんかねすごい綺麗な、あのななこちゃんがすごいおすすめしてました。そうだよね、そうだよね、言ってた言ってた。ななこちゃんがめっちゃねこれね優秀って言ってね、はい、おすすめしてて、でもこの色しかなくてなかったよね。ちょっと手に塗ってみて、どれぐらいキラキラなのか。え、かわいい。え、めっちゃかわいい。どう、キラキラになった？キラキラにはなったけど、うん、見えるかと。結構薄い？結構薄くないかな。 あ、でも見える？見えるかな。あ、ここここここ見えるかな。でもなんかすごいねこれ、なんて言うんだろう、ね、キラ、ほんとキラキラね、ほんとキラキラ。ほら、こんな感じ。でも薄付きだね。ね、あんまりベターってつくとあれだけど、いい感じな濃さだね。ね、本当にね、使いやすそうです。本当これめっちゃキラキラ。そうですね、そうですね。でもいいじゃん、オレンジ系良くない？良いね、良い。あ、でも本当綺麗。なんかなんて言うんだろう、緑パールも入って、なんつうんだろうね。あ、入ってるかも。私たちレビューが下手なのでなんて表していいかわからないです。本当にね、YouTube 4年間やってきてこれはちょっとひどいなと。自分で。はい、でもこのなんかね、この種類すごくね、はい、いいってみんな大絶賛してて、ね、YouTuber の方々が。ね、ね。はい、でも1個しかなかったんでね、まあ1色だけちょっと変えたので、まあ良かったんですけど。よかったね。また今度行ってみてね、探したいと思います。はい、はい、今ほんと種類増えてるね、言われてるね。もう行くたびなんか、あ、これも増えてる、これも増えてるみたいな。9種類のパレットでさ、すごいさ、うん、カラフルなやつね、カラフルな給食パレットも出てたね。まさに夏みたいな。第3弾みたいな。ね、あった、あった。でもさすがにあれちょっとね、冒険食だらけで、ちょっとね、使えなさそう、うまくね、使いこなせ、こなさせそうなんで。こなさせ。口が回らない。なのでやめましたね、あれは ね、 ね、 あれはね。やっぱ使えるものを買わないとね。ほんとね、使うものをね、はい。はい。次にね、こちらの、あ、そうですね、コスメとはだいぶ変わって、私の方が。消しゴムでございます。はい、もう使ってるし。これ。あ、またなんか光ってる。こちらは、見ての通り真っ白なんですね。何にも書いてないの。なので、私みたいにこうアレンジできるわけですよ、こんな感じで。ギョロ目。もうシンプル好きだから、こういうの大好きなんだよね。めっちゃ可愛いよね、こういうの。本当に可愛いと思う、私。あ、みんなもね、あの、なんか自分で、そうだね、手をかけて可愛くしたいって方はこういうのいいかもね。もう本当真っ白なんで。本当に好きなさ、うん、推しキャラとかをさ、絵うまい人はさ、そうだね、絵うまい人は描いたりもできるしね。紙絵を描ける人は、紙絵ね、紙に絵、あ、紙、紙絵師みたいな、あ、紙絵師が描いたら、もうやばいよ、ね、学校中で、その消しゴムどこで買ったのみたいな。いや、私が覚えたの、ええええええはい。はい、というわけで皆さんも買ってみてください。はい、シェリアです。5個で100円なんで、はい、安いよね、うん、1個リミにあげました。
あ、そうなんだ。そうなんです。次に、靴下ですね。はい、100均で靴下。これは多分ママが履くと思います。そうですね、うん、はい。でも100均の黒い靴下は ね、よく買うね。100均は本当にいいんですよ。うん、いいよね。いいよね。我が家はいいと思います。すごいと思います。はい、消耗品なんでね、靴下。そうですね、うん、はい。靴下ってすぐ片方どっか行かない？すぐどっか旅に出ちゃってさ、見つけるのが大変なんだよ。旅に出るのはいいけど、帰ってきてほしいよね。はい、そうですね。そうですね。次に、こちらの、瓶を4本買いました。で、こちらの瓶、はい、穴が開いてるんですよ。なので、ストローを刺せば飲めるという、すごい優秀です。落として、あ、倒してもこぼれないっていう、すごい優秀品なんですけど。まあ、100%こぼれないわけじゃないけどね。まあね。でもこれなんで買ったかというと、これだいぶ前からあって、実は我が家にも6本ぐらいあるんですよ今も。そうなんです。けどなんかね、だいぶ前に買ったから、この上のね、蓋のアルミのところがなぜか蓋が閉まらなくて、ね、壊れちゃったんだよね。壊れちゃったみたいで、ね、ね。で、この前しほちゃんのお友達が来た時に、こぼさないようにこれ使ってんですよ、この。そうです、蓋付きを。これストロー刺すと、多少ボンって、うちの友達倒してもこぼれないので。うちの友達、めちゃめちゃ騒がしいですよ。いつもどんなこと、キャーだから。そうね。なのでね、お友達が来た時にもまたこれ出せるように買い出しました。もう壊れちゃったんでね、しょうがない。蓋が閉まらないとね、意味ないのでね。うん、仕方ないです。はい。本当は蓋だけとか売ってたらいいんだけど、まあ100円だから ね、セットでね。はい、うん、でラスト、たまたまこれはママがね、自分でママ使おうかなと思って1個買いました。これ本当にね、セリアとかダイソーもね、すごいおしゃれだね、うん、お皿が多くて。そうだね、とか、うん、ママはパソコンでやっぱ編集とかするときに飲み物とか飲むので、ギシャーはバーだから、そう、あまりやっぱね、普通のコップだと多少たまに怖い時があるのでやっぱ蓋っていうか、まあ蓋は完全な密閉じゃないんだけど、まあね、まあ安全かなということで、うん、はい。まあ今までも使ってたのがあるんですけど、そうなんです、ね、ちょっとね、これも可愛いかなと思って。ママはね、あの本当にいっぱい飲むもんね。ママコーヒーがね好きだから、うん、結構ね、大きめのコップにバーって入れて飲むのが好きなんですよ。そうだよね、たっぷりで。だよね、はい。何その言い方。終わりじゃない？終わりました。はい、こんな感じでございます。ということでね、私は今の状況で言うと、うん、まずドライフラワーとかを使って作ること、バーバーハーバーオイル、あ、じゃあハーわからん、書いてある、ハーバリウム、ハーバリウムね、ハーバリウムを作ること、うん、あとプラバーを使って金をリベンジすることと、41に手紙を書くことと、部屋をきれいにすること。部屋きれいにしたんですか？こういうのを買い足したものを机に設置する、机に設置してみたいな感じ、うん、あ、でもそれは置くだけだもんね、その人たちきっとね。そうだね、きれいにするとかじゃないわ、うん、まあでもきれいなのを保ってください。はい、保ちます。はい、で、あとこれを下に持ってって、ね、これを使って、うん、はい、いっぱい頑張りたいと思います。あと1週間、あと1週間したらみんなと会えるから、はい、あ、そうだ、ちょうどあと1週間だね。あー、いや、放課後みんなと遊ぶ約束してこよう、うん、絶対しようはい、というわけで今回はね、休校中にね、使うものを100均で買ってみました。はい、皆さんもね、ぜひぜひいろんなものをね、作ってみてください、はい、休校中にしかできないこと、はい、私も今日ネイル塗ったんですけど、ちょっと、ね、やばい、失敗しちゃったね、やばいです。あの画面、あのこの画面にも映ってても、うん、あまり触れないであげてください。本当に映ってた、やっぱ分かんない、ちょっと映ってたかもしれない。ちょっとあのね、ガクガクってなってて、ガクガクってあのなんか引っかいたようなねハゲてるとことかあるかもしれないですけど、ね、あるんですよ、はい、はい、それではバイバーイ。お疲れ様です。本当今日やけに顔が赤い気がする、うん、いつも以上だね、いつも以上だ